はい、やってまいりましたステージ4ね。ゴダルを追ってマヤの地へ、最終兵器を求めやってまいりました。私パート1でね、ワトさんがエンディングまで出てこないと言い切りましたけれども、ステージ3の最後で普通に合流しました。私の記憶力、小学生以来だからしょうがない。またちょっとね、前回から間が空きましたんでね、私再び最初からやり直しまして、出ました謎の石像です。水を司る神、口から青い光ですからね、地形道具持ったままね、ステージ4までやって出ました。でかいですね、この蛇。なかなかでかいです。これはでかいです。で、死んでいきましたね。このゲームね、敵が結構でかくてね、スプライトを使ってね、ちらつきを一切恐れることなくね、ふんだんにスプライトを使ってきますよね。さっきのヘビみたいにね、縦に重なる分にはいいんですけども、そのスプライトが縦に重なってしまうと目も当てられない。それが MSX の仕様ですね。鳥が描いてある石像、出ました。巨鳥モアですね。巨鳥モアを追ってやってきました。マヤ文明、中米かでおなじみメキシコ、マヤ文明ですね。なんだこれ、骨が伸びてきます、ね、なるほど、この骨の上を通ってこの大穴を越えようということですね。これ落ちたらやばいですが、大丈夫です。ふむふむ、この石像がいくつかあるようですね。メキシコ、マヤ文明、メキシコですね。時々わからなくなるんですよね。出ました、大量の剣出ましたね。スプライトのちらつきを一切恐れることなく横に並べてきますね。こんなに出さなくてもっていうくらいね、たくさんの剣を動かしてきますね、夏目さん。しかも倒せない。またありましたね、ちらつきなんて恐れない、それが夏目スタイル、それが俺たちのやり方、かっこいいですね。いや、かっこよくはないですね。死神ね、死刑道具があれば死神なんて全く怖くないですね。ここは何でしょう、出ました、地面に刺さってる剣、出ました、エクスカリバーですね。ゴダルでも引き抜けなかったの、ゴダルから聞いたと。あ、なんか私小学生時代の記憶が蘇ってまいりました。あ、そういうストーリーでしたね。あ、ちょっとまだネタバレになるんで言えませんけども、なんか思い出してきましたよ、このエクスカリバー。こういうね、近接武器もね、これまでなかったパターンなんで新しいですね。多分これは射程短い代わりにめっちゃ強いみたいなね。屋上に最終兵器、扉が開きません。扉に何かを入れなければいけません。やはり先ほどのね、石像怪しいですよね。戻ってみましょう。このエクスカリバーの威力を試しながらですね、強いです、エクスカリバーはやはり強いですね。原作ではね、やっぱりモアっていう可愛いね、ダチョウみたいな鳥が出てきますけど、おならを噴射して空を飛ぶというね、このゲームにも出てくるんでしょうか、ちょっと忘れましたけれども、試しに切ってみるか、文化財も真っ二つ、それがシャラク・ホースキ君のやり方ですね。射程が長い分、地形道具最強ですね。試しにこいつを切ってみるか、出ました、宝石、これを集めればなんとかなりそうですが、この穴どうやって
どうやってこの骸骨を誘導して越えればいいんでしょうか。え、いや、これ落ちたらしたの階に行ける可能性ありますよね。しかしね、ちょっとステージ3で苦い思い出ありますんで、何かフラグを立てないとみたいなね。でもこれ無理ですよね、飛び越えるのは。行ってみましょう。あ、行けました。下の階に落ちてきました。いやー、死んだら本当にどうしようかと思いましたけどね。試しに切ってみるか。あれ？切れない。なるほど、これは一応謎解きみたいになってますけども。お、出ました、モアですね。モア出てきました。原作では卵から生まれるモアですけども、ゲームでは石像から出てきましたね。初めて見たものを親だと思い込む、インプリンティング、刷り込みという姿勢がありますから、自分のことを親だと思い込みますね。はい、整備は必要で瞬殺です。はい、これは何でしょうね、魔法使いか何かですね。あまり原作では見た覚えがありませんけれども、再び頂上を目指していきましょう。もうね、落ちても死なないことが分かりましたので、特に何の恐れることもなく行くことができますね。はい、剣を動かしてくる魔法使い、そして死に神。死刑道具最強ですね。結局このゲームね、最初に死刑道具を取れるかどうかがね、鍵ですよね。いろんなガラクタアイテム出てきますけども、死刑道具より強い武器はありません。ちょっとね、せっかくなんで脳みそところてん装置試してみたいと思います。くらえ、止まりました。それだけガラクタ50を消費し、ただ敵の動きが止まるだけという。それしょぼくないっすか？では次、天神鳥を試してみましょう。暗い。ん？何か、小さい、謎のスプライトが敵の方に飛んでいきましたね。誘導弾ってことですね。しかし特別強くもないというね、全く消費ガラクタ量と釣り合わない。なるほど、これで一応一通りのガラクタ兵器は使っていきましたね。なんか最強のスーパー爆弾っていうのもありましたけれども、なんかどうせ画面中の人に死ぬんだろうみたいなね、大体想像つきますから。しかも、ガラクタが1ヶ月ぐらいなくなりそうな予感がしますんで、あえて試すこともないような気がしますね。ちょっとね、この先のボス戦もありますんでね、ラーメンを補給していきたいと思います。と言っても、ここまで落ちる必要はありませんでしたね。まあね、にわかにこのゲームのキーマンとなってまいりました、ゴダルさんね。コアカバリキルマの魔法。逆から読むと、丸切りバカアホ。という呪文によってね、古代から復活したゴダルさんですけれども。まあ、原作では確か魂しか出てこなくて、ワトさんと入れ替わってるわけですけども。まあまあ、シャラク君にウリ二つの三つ目族の王子、ゴダルさんね。ああ、また、再び落ちてしまいましたね。まあ、ゆっくり進めていきましょうね。やっぱゴダルって、
映画監督はゴダールから撮ってるんですかね。ゴダールといえばね、あれですよね、好きな映画何みたいなね話になった時にね、え、俺の好きな映画、ああゴダールがね好きだねとか言っておけばモテモテ間違いなしでおなじみのゴダールですね、ヌーベルバーグですね、着ぐるいピエロとかね、勝手に仕上がれ、映画通インテリ御用達っていうね、まあね、私はねゴダールの映画ね一度も見たことありませんけどね。じゃあね、こんな話始めちゃったんでしょうね、もう穴に落ちちゃいましたから、そんなどうでもいい話で間を持たせるしかないときまして、今度こそ扉を開けていきましょう。小さな薬瓶、これが最終兵器です。ん？なんだって、お前はワトさんじゃないな。出ました、ゴダル王子。私知っておりましたけれども、小学生時代にクリアしておりますから思い出しておりましたが、実はゴダルが変装してたんですね。身長が全く違いますけれども、それくらいはゴダル王子の変装技術を持ってすれば何のことはありませんね。落とされました、塔から落とされました。何でしょう、ボスが出ました、コウモリ男、謎のコウモリ男出ました。原作にこんなやつが出てきたかどうかは定かではありませんが、落ちながらこの多重スクロール弱かったですね。コウモリ男が弱いというよりも地形道具が強すぎるということですね。しかしこの雲と山とね、多重スクロールはね、さすが夏目というね、凝った演出をしてきますね。しかしこれ、このまま落ちていくとどうなるんでしょう。ぷぴ、来ました。モアが助けに来てくれました。ありがとうございます。このための伏線だったんですね。ありがとう、モア。ゴダルの行き先を知っているの、どこで知ったんでしょうか。モアに連れて行ってもらいましょう。それでは次のステージへ行ってきます。